今回ご紹介するのは水島臨海鉄道水島本線の栄駅です。栄駅は岡山県倉敷市水島東栄町にあり、1986年昭和61年3月3日に開業しました。1984年に廃止された栄町操車場の跡地に開設されたため、駅構内は広く、1992年に高架化される以前の地上駅時代は相対式ホーム2面2線に中線1線であり、列車はこの駅で行き違いを行っていました。当駅は単式ホーム1面1線の高架駅で無人駅です。ご視聴ありがとうございました。